これ、山口県がですね、これ承認するという理由の一つに、重要電源開発地点にここが指定されてるから、国がこれ指定してるからという理由で、山口県はこの認可を下ろそうと、延長を認めようとしているわけであります。そしてですね、今日次のページ、法律が書かれている、重要電源開発地点の指定に関する規定というのを今日お配りしましたが、まあ、この中にですね、なぜ8年も経ってこれ解除されてないかということなわけでありますが、これ左側に赤ペンで私丸をしましたが、第7条、経産大臣は指定を行った重要電源開発地点が第4条第5項に掲げる要件のいずれか適合しなくなったとき、その指定を解除することができるものとすると。だから大臣がこれ解除できるわけですね。じゃあこのどういう要件かというのが、この右側に丸をして赤でありますが、5の漢字の4って書いた、全部12項目あるんですが、全部これやれないので、4というところだけやっています。電源開発の計画の具体化が確実な電源であることと書いてあるわけです。これ、開発が確実でなければですね、これ、大臣が解除できるんですね。今、新設やらないと言ってる、なんでこれ、計画が具体的な確実なんですか、大臣、お答えください。世耕経済産業大臣。上関原発については、事業者が有する計画や地元状況に変化がなくですね、また事業者から重要電源開発地点の解除の申し出がないという中でありますから、その指定を国が自ら解除する事情はないと考えています。委員長。宮川委員。大臣、これ、規定、法律とこれ、本当に立憲主義といいますか、法治国家なんですが、これ、法律、ここに私、出しましたよ。出しまして、大臣が変えれるって書いてあるわけですよ、大臣の権限で。で、その要件として、この電源開発の計画の具体化が確実な電源であることと書いてあるわけです。なんで新設をしないと言ってるのに、ご自身で言ってるわけですよ、新設しませんよと言ってるのに、計画の具体化が確実なんですか。なんで計画の具体化が確実なのか教えてください。世耕経済産業大臣。繰り返しになりますけど、政府としては現時点において原発の新増設リプレースは想定しておりません。で、その上で申し上げますと、上関原子力発電所については、事業者が計画を遂行する意向でありまして、法令上の必要な手続きや一定の地元理解が進んでいるという状況でありますから、計画の具体化が確実な電源であると考えています。ただし、その原発を新設を認めるかどうかというのは、これは規制委員会が判断することでありますし、政府としては現時点においては原発の新増設リプレースは想定しております。委員長。宮川委員。おそらく多くの国民、その説明、全く理解ができないと思います。じゃあ、ちょっと変えますけれども、電源立地交付金というのが出てると思いますが、原発が止まりました2011年から、上関町にこの電源立地交付金、毎年いくら出てるか、お答えください。資源エネルギー庁、村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。上関地点におきましては、2011年度以降、毎年度約8000万円の電源立地地域対策交付金が交付されてきているところでございます。このほか、原子力発電施設等立地地域特別交付金といたしまして、2011年度から2012年度にかけて、総額約22億円が交付された実績があるところでございます。委員長。宮川委員。はい、大臣がですね、新設しないと言っているのに、なぜか国の方から自動的にお金が30億円ぐらいお金が流れているわけです。それも毎年毎年8000万円とおっしゃってましたが、1億円ぐらいのお金が毎年出ていってるわけですね。なんで原発作らないって言ってるのにお金流れるの、これいいんですか、こんなことで。大臣。世耕経済産業大臣。電源立地地域対策交付金についてもですね、これは重要電源指定と、重要電源地域指定と同様に、事業者である中国電力が持っている計画や、地元自治体の置かれた状況に、これは変化がないわけであります。また事業者からですね、重要電源開発地点の解除の申し出などがない中で、交付を終了する事情はないと考えています。で、その上でですね、あえて申し上げさせていただければ、震災直後の2011年度、あるいは民主党政権下でですね、
革新的エネルギー環境戦略というなるものが策定をされてですね、原発ゼロが打ち出された2012年度においても、この上関地点に対する電源立地交付金は継続してたわけですね。なぜその時やめなかったのかというのを逆に私もお伺いしたいぐらいですけれども、ですので我々は2013年度以降もですね、その扱いに変化がないという状況が続いているということだということは申し添えておきたいと思います。委員長。宮川委員。ですね、少し過去のことも聞きましたが、しかしですね、気がついたときにしっかりやるというのが私は大事だというように思います。で、今ちょうどですね、これから、埋め立ての気がついたときにしっかりやるというのが私は大事だというように思います。で、今ちょうどですね、これから、埋め立ての認可が延長するかどうかという議論があるわけですから、もう一度お伺いしますが、なぜ、新設しないと言っているのにですね、お金がこのまま、これ延長されたらまたそのままお金が出続けるわけですよ。今気がついてるわけですよ、今。もう一度お伺いしますが、もしかして本当はその新設するんだというような何らか密約かなんかあるんですか。あるいはその安倍総理の山口県だからそれなんかお金が落ちるようになってるんですか。そうじゃなければなんか理由なくないですか。新設しないと言ってるのになぜこの重要電源開発支店が解除されなくて毎年毎年お金が落ちるんですか。これちょっと国民に分かりやすくもうちょっと大臣お答えいただけますか。世耕経済産業大臣。もう何度も同じお答えになりますけれども、原発についてはですね、現時点において新設リプレースというものは政府としては想定をしておりません。で、今ご指摘の交付金についてはですね、重要電源開発地点の指定と同様に事業者である中国電力が持っている計画や地元自治体の置かれた状況に変化があるわけではありません。また事業者から重要電源開発地点の解除の申し出がないという中でその交付をですね、打ち切る理由はないというふうに思ってますし、民主党政権下においてもですね、原発ゼロを宣言された後でもですね、この交付金は支払い続けておられたわけであります。委員長。宮川委員。はい、改めてですね、私はその説明は国民は理解しないと思います。怒ると思いますよ国民。そしてですね、気がついたときにしっかり直していくということが今気がついているわけですから、しっかり直していくということを、申したいと思います。